2023年で一番好きだったシーンに対する一般先生たちの反応集。2023年で一番好きだった。列車イベントは面白要素満載だった。列車内唯一の正義、尊い。まあまあの数のスレ民生が狂ってた気がする。先生を狂わせる魔性の女。あの列車内で唯一頭毛ヘナじゃなかったこの末路。首根っこ掴まれてるから仕方なかったんだより。こっちが警察でそっちは犯罪者だぞ。っていうよりが追い詰められてる感あって好き。なんかフォローしてあげたかったかわいそうさ。こっちについてくれるよな。って本当にもう興奮してくる。かわいそうすぎたけど、ちょっとゾクゾクする感じもした。キボトスさん大信じていたものに裏切られた生徒の一人。何で先生を信じちゃったの。先生もニヤニヤしてたらしいので、興奮していたと思われる。そろそろよりメインイベが欲しい。浮気された反応すぎて興奮する。善良な生徒がひどい目に遭うシナリオはみ出て辛い。はみ出すな。セメント魅惑のマーメイド。イオリがかわいそうすぎる。イオリがかわいすぎる。かわいそうはかわいい。初っ端からモブのインパクトがすごい。やっこイオリ。先生でも生徒にムカつくことはあるし、先についた方につかなきゃいけない板挟みとか、割と先生の生徒に対する限界も描いてた。板挟みなら板挟みでいいけど、先生どっちにつくわけでも説明するわけでもなく、ただニヤニヤしてただけなのがひどい。悪魔が。確かにゲヘナの生徒は悪魔みたいなもんだが、イオリに求められてるものを完璧に理解してた。イチカの人気もぐっと出た。イチカだってひたすらかわいそうだったし、ヒャッハーする生徒を捕まえようとするシナリオはキリがない。イチカはひたすらかわいそうというには、そもそも発端が自分のミスだし。ここはしこれるとか茶化すとかじゃないんだけど、イオリは裏切られたり捨てられそうになったらすがりついてくるタイプって分かったことが、本当にしこれまくる。よりにもよってイオリだし、作中の先生も多分半立ちくらいはしてたと思う。してたに違いない。でも3日後には先生だって、とことこ駆け寄ってきてくれそうなとこが愛おしい。打剣みたいになってきたな。ゲヘナの民度が終わってるのは分かっていたが、私を信じてくれないの？次はどうやって裏切ろうかな。あの状況でイオリの声が聞こえたら即テンション上げて、イオリだやっことか言い出す先生やっぱやべえよ。バカとか変態って言いながらも信じてるって、ほんとどうしたらいいの。心の奥では信頼してくれている生徒のその信頼さえも裏切るなんて。そんなこと先生としてできるわけ。でもちょっとだけやるか。一部の子には好きだけど意地悪する小学生が、そのまま正当進化したみたいなムーブするよね先生。先生ってこうしてみると、一応深刻さに応じた優先度は当然ながらあるんだよな。このイベの場合だと、下手すると身体に影響する一家の選択肢尊重するし、可愛い見た目でかなり口が悪いモブいいよね。秒で沸騰するの面白すぎる。霞の暴れっぷりもあそこまで行くと痛快だったな。絆読むと他の生徒の前であの作詞モード全開だったのは、かなり追い詰められてたんだなってわかるのがいい。先生にも都合ってもんがあってさ。からくりキボトスやめろ。無賃乗車、するんだろ。悪魔が。ぶっちゃけ先生も悪い大人だなって。さすがに霞合わせて二人とも撃つとは考えてなかったみたいだけど、イオリが撃たれたことについては先生が驚いてないあたり、そうすることは織り込んだっぽいよね。無賃乗車されまくってるであろう車掌の子はかわいそうだが、そもそも確かあの電車マフィアと手を組んでるんだよな。褐色の肌に先生を狂わせるなんかがあるんだろうか。キボトスにおいて秩序を重んじるほど苦労する者はいない。欲望に忠実な方が生きやすいしゲヘナならなおさら。霞と組んでるのは勘違いではあるんだけど、霞がシリアスな理由で助けてくれと言ったら、先生は霞助けるだろうから、そういう意味だとイオリの信頼って裏切られる恐れはあるんだよな。列車は特殊な例とはいえ、やっぱり生徒同士の構想だと先生のジレンマってあるよね。黒服とかの相手してる方が後腐れなく殴れるおかげで、先生的には一番楽そう。言ったらなんだけど、列車はイオリにつかないのは先生自身がイオリに嫌われるだけで済むけど、イチカについてはそうもいかないしね。霞はすがすがしいまでのクズだからこそ、お前もうずっと無所にいろよってなるわ。CV 桜彩音らしくなってきたな。これめちゃくちゃ言われててダメだった。みんな桜彩音をなんだと思ってるんだ。まあ先生もあんまり大人としては褒められないこと結構やってるからな。特にイオリ関連。イオリエロいで茶化さないと、耳障りのいい言葉で八方美人しながら、
都合よく生徒を使ってるだけの、作中随一の悪い大人になっちゃうのよくないね。いおりが悪いよいおりが。悪意ある生徒のお願いにも応えざるを得ないのがな。そんな先生が、誰にでもつくコウモリ野郎みたいじゃないですか。まあどう見ても連邦生徒会長は、外で男にドハマりして巨大ビル一つプレゼントしたヤバい女だし、耳障りのいい言葉並べるってのは間違ってない。まあ駅家がどういう選択肢をするにしろ、最大限先生として後始末やるのが、責任の取り方という話でもあるとは思う。ぶっちゃけ責任取る気があるんだったら、いおりにちゃんと説明してただろうから。説明したところで、霞が異物持ってる以上どうにもならないので、マジで最適解取るなら、そもそも霞より先にダッシュするべきだった。先生あれでも最高クラスの権力者でもあるっていう。これ悪い大人だな。その権力は放棄したし。でも各学園のトップ層と独自にパイプがあって、本来の行政機関である生徒会が、学園の手綱握れてるとはとても言えない状況では。でここまで書いてて思ったけど、渋野死ねたみたいに先生が突然死んだらとんでもないことになるよね。シュロには強気な態度で接したのに、なんで霞には甘いんだ。空気がギャグの時は緩い先生。一かに甘いだけで、霞にはうまく立ち回られただけだよ。あいつぶっ飛ばされてスカッとしたわーとまで言ったぞ。原則的に、先生は一度組んだ生徒を見捨てたり裏切ったりすることはできないから、自然と先着順になる側面はある。一かの付き添いじゃなく、最初から風紀委員に呼ばれて、いおりに付き添ってたらこうはならなかったはず。なんかいつまで経ってもこの構図は、改善できる気がしないよね。最初に先生と接触した生徒が実は悪側でしたわ。ヘイト溜まりすぎちゃうから。というか別に改善するような要素ではないだろうと思うが。まあそもそも、ゲーム開発部はこの構図だったよね。ろくに成果も出さない部員も足りないよその部襲撃する悪辣問題児集団を、どうにかしてくださいっていうかから要請入ってたら、こうはならなかった。死体があるのは先生ではなく一家だから、仮に霞についてイオリだけ撃つパターンも先生は当然想定してるだろうし、そのフォローもやりはするだろうからな。霞部長は、下手すやゲマトリア連中と渡り合えるレベルで、腹芸に長けているのが明らかになったから。イベストはそこまで考えてシナリオ考えてないんじゃねえかな。ピカチュウがカイテラなら何か意味があるはずだ。序盤の時点で事情があるとはいえ無賃乗車して、それを咎めた車掌ぶっ倒した側に先生がいるから、あの電車は所要を見ると風紀以外みんな悪人だ。誠実がちゃんと仕事してる風紀委員ぶっ飛ばすって、全面戦争の引き金になっても仕方ない出来事なのでは。だからこそ、先生がちゃんと状況説明した方が丸く収まる気がするんだけど、いおり見てニヤニヤしてる。霞も別に煽りとか含めて悪辣ではあるけど、嘘ついてるわけでもないし、そこのラインは見極めてるんだよな。先生が霞を切れない絶妙な加減で接してきたからな。だが一花は突然切れた。しっちゃかめっちゃかの中で、即先生が敵に回れなくなるように、立ち回った霞がうまかったというのはある。まあ実質的に一花の立場人質に取ってるもんなあれ。先生だけなら最悪壊れても渚に謝るだけだが、渚様からティーカップは壊れてても大丈夫だって、最初から聞いていればこんなことには。じゃあウイさん後はよろしくお願いします。